はい、皆さん、こんばんは。シンゴリアンチャンネルへようこそ。シンゴリです。はい、今日はこちら。砂漠のバラ、アデニウム、アラビカム、ホワイトジャイアント。種まきをしてちょうど10日経ちました。10日後の映像です。こちら。10粒種を植えたんですけど、7粒、芽が出てきました。もうね、この一番大きいのはこいつですね。なんとなくそれっぽくなってきました。こちらはまだ殻をかぶってる状況です。こんな風にニョキニョキっと出てきております。で、真ん中にあるこいつがね、今出てきたやつなんですけど、まだね、殻がめくれたぐらいの状態ですね。まあ、なんとかね、もしかしたらこれ多分10粒全部芽が出そうな、そんな気はしております。発芽率はね、非常にいいというふうに聞いてましたんで、これはね、ちょっと期待できますね。もうこれも葉っぱっていうんですかね、2つ2枚。多分全部そんな感じなのかな。2枚葉っぱが出て上に伸びていくような。もうちょっと様子見て、10粒ね、全部芽が出れば、1個ずつにしていきたいなぁと思います。一応管理としてはもう水はね、これ、土が湿るぐらいにたっぷりあげてます。で、朝外の日の当たるところに出して、夜はね、ちょっとまだ冷えるんで、室内にしまうっていうような、そんな管理をしております。まあ、こんだけね、早く育ってくれると嬉しいですね。だんだんこのね、根っこの部分が太くなって、本当にもう写真みたいなね、ああいうちょっと立派なやつに育てたいんで、時期が来たら剪定とかね、根っこ全部落としたり、上をね、ぶった切ったりして、ちょっといろいろ試すというか遊びながら育てていきたいなと思います。まあ今日はこんな感じで芽が出ましたっていうような動画でした。またね、10日ぐらいしたら1回動画撮って様子をちょっとお届けしたいなと思います。それでは今日もありがとうございました。皆さん、いずれまた。